大里パン、体はぴゃんぴゃん、持田コシヒカリです。ぴゃんということで、持田コシヒカリなんですけれども、今日はまあね、ダイエットをやめる宣言をして早何ヶ月、1年経ちました。ごめんなさい、もう記憶すらないんですね。全然記憶もなくなっちゃったわ。ちょっと待って、いつだっけ。まあ、ダイエットをやめたその後のこの持田コシヒカリの最新サイズはいくつなんだというのを測ってみようという動画です。あー、ダイエットをやめてもう今はもうのびのびと自由に生きているんですけれども、そんな持田が今何センチなのかはね、このファンの方からいただいたとてもかわいいクマタン、今までねあれだったんですよ、もう硬いメジャー、硬いメジャーで痛いって痛いみたいなしながら測ってたんですけど、せっかくファンの方からこんなに可愛いねメジャーをいただきましたので、こちらで最新サイズ全身測って持田のね等身大を皆さんに見ていただこうと思います。早速測ってまいります。なんかさ、そう、この見て、この肉割れよ。これなんかさ、私下腹のこの辺に肉割れがいつもあったんだけど、なんか自衛隊帰ってきたらここに肉割れできてて、痩せたってことなのかなね、やだわ、ここやだ、目立つから。これが遠目から見るとでも腹筋に見えるっていう、見て、ほら腹筋割れてるように見えない？ポジティブすぎるよそれは。ここほら、こう横、縦、横、縦に見えてシックスパックに見えない、遠目から見たら。ということで、とりあえずバスト、ウエスト、ヒップをまず出していこうか。ほんと可愛いんだよこれ。じゃまずバストから、ちょっとね自分で測るっていうので、腕が回らないから正確かわからない、腕が回らないというね。バスト、あ待って、もうちょっとトップしたか、あれタイパンダみたいになってくるからさ、父が。はい、バスト112センチ、バスト112センチ。ちょっとウエストいきます。比較対象がね、いつの自分にすればいいかはちょっと分かんないけど、ウエストはちょっと一番細いところにしますね、なるべくね細く測りたいからウエストなんと112センチ。どういうこと？へこんでんだよね、へこんでるこことさバストが同じサイズで、どういうこと？あれ、あこれか、この分、この分、まあ、こう見たらボンボンボンだ、こことここ一緒、うち平らってこと？ここ今ね、これはカップ薄いカップが1枚入ってるだけなんだけど、ここからズドンって垂直にてん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 ってやってもらうと、確かにウエストもここだわ。まさかのウエストとバストが同じサイズでした。あははは。じゃあ下腹いきます。じゃあ太もも。太ももじゃないね。バスト。え、何これ？なんだっけこれ？自分でも分かんなくなっちゃう。持田の下腹。126。相変わらず、小学生ぐらいはあるな。小学生がこう張り付いたらこれってこと。驚愕じゃない？え、これ合ってるよね。うちちょっとさ、頭悪いからさ分かんないんだけどさ、小学生はさこれぐらいだとしてさ、私これぐらいウエストあるってことでしょ。持田の開きにしたらこれぐらいはあるってことだよね。どういうこと？人間って不思議だよね。ヒップいきます。うわーこれむずいな、これ下腹の下だからさ、ヒップは一応ちょっと下腹をめくり上げなきゃいけないんだけどさ、一人だとやっぱめくり上げれないから、めくりながら挟めばいいのかな、下腹でめくりながら、ってか見えないもん、どうしようこれ、ちょっと待って、一人でやるもんじゃねえな、ちょっと待って。よくさ胸が大きい人こうやって上から見たらさ、足つま先見えないんだよねとかあるでしょ、私こう下腹なんだよ、下腹しか見えないの、どうしよう、ちょっと待ってよ、誰かに分かってもらえばよかったな。どうしよう、ちょっと待って、一旦ここ固定して、ちょっと待って、息止めないと見えない、ちょっと待ってね、ちょっと足ごめんなさい、ちょっと足乗させてもらいます。多分ゼロがここだから
ここで取りました。117。あれ？やっぱ痩せた？わかんないんだけど痩せた気がする。だって前ヒップ130とかだった気がするんですよね。ちょっと痩せたんかな。でもね、真面目な話、体重は落ちましてる。110ぐらいまでね、正直マックスあったのよ一時期。でも本当にもうダイエットやめてもういいやって言って、自由に生きながらもまあ青汁飲んだりとか小さな抵抗を見せたりするのよ。やっぱりなんかね、ダイエットしないって言った方が痩せるんだよね。不思議なもんですね。次、太もも。このね、もちさんの競輪選手より太い太もも測っていきますよ。これはね、本当に私は自慢ですね。自分で子供の頃からずっとこの太さだもんね。やっぱでもさ、柔らかいメジャーだからすごいね、測りやすい。はい、太もも72センチ。太もあれでもちょっと痩せた？あれ前80センチぐらいなかったっけ？72センチ？ガリガリじゃない。さあ続きまして、ふくらはぎ。太ももふくらはぎは48。もうわかんない、基準がわかんないから。もちだがどれぐらいなんだろう、もちちゃんってどんな感じなんだろうって多分こう想像したいなっていう方もねきっといるだろうということで、ぜひね、身近なもので48センチってこうピーってやってもらって、こうやってこうやって、わあ、もちさんの太ももやばくない？ちょっと待って、顔よりでかいかもしれない。太もも、あ、太ももじゃない、ふくらはぎ足のサイズは変わらず 24.5 から25なんですよね。で、太もも、間違えた、もうダメダメだ、ふくらはぎ、あ、違う、二の腕、二の腕も測る、二の腕はむずいぞ、二の腕41センチ。あれ、ふくらはぎと7センチしか違わないよ。え、普通そんなもんか。え、二の腕の太さとふくらはぎの太さって同じなもんなんかな。ほとんど普通の人って。さあ、そしてあと何、頭、ウィッグかぶってるけど頭もはたかっとくね。ちょっとコンビチャンネルのさ、最新の美容室行った動画マジで見てほしいな。ほんと素敵な編集もしていただいてさ、まず素敵な美容室でさ、もう本当にもう一回行きたいな。本当に月一メンテナンスに行きたい。ぜひね、見てくださいね。アンジェラアキさんスタイルで、60センチ。ウィッグありの頭60センチ。あ、指も測っとく。大切な薬指の太さも測っとこうか。今後ね、人妻になる可能性があるので測っときますわ。私の薬指の太ももの部分、この太い部分ね、7センチ。長さも測っとく。この私の可愛いこの小指ちゃんの長さもね、小指の長さ爪入れずに5センチ。陣中の長さも測っとくか。もちろん結構陣中長め女なんで、ちょっとここ測っとこう。もちろん陣中 1.5 センチ、長い。もっと短くなりたいんだよ、ここさ、キュッとさ、これぐらいに、これぐらいになりたい。はい、ということでこんなもんか。ということでね、まあ結果、今日の結論、痩せたです。ダイエット終了宣言をしてからの方がちょっと痩せました。あは、やったーやったーちょっと痩せました、本当にね。まあ、これからまあ夏でね、でも本当に今はもうアイス食べないとやっていけない体になっちゃってるんで、ちょっとやっぱり暑いから、そうだから、ちょっとまた夏になったら太りそうなんですけど、まあまあまあ、またね、ちょっと定期的に、持田の生態調査ということで、やっぱ皆さんには最新の持田を、こうなんとなくすぐにイメージできるように、見ててほしいのでね、はい。まあ、この逆にサイズ
で、あ、自分のサイズとこれぐらいの誤差だって言って、私が今後ルックブックをやった時に、例えば GU の服着ましたっつって 3L でここパツパツだとかって言ったら、なんか参考になるかなとも思いますので、はい、ぜひぜひ参考にしていただいたり、等身大の持ち手を想像していただいたり、なんかいろんな用途に使ってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。